お前が信じた。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。さあ飛車先の歩をついてきた。試験ちょっと飛車回りましょう。復興を感するか。いや、お相手の玉形が悪ければ不交換し、いや、ここでもお相手船囲い完成しますよね。この後8五飛車と回る手があるんですよね。8五飛車と回る、回りますか。回りましょう。回ってこっち飛車打てればいいんですが、どうでしょう。まあ、お相手も飛車打てるんですよね。さあちょっと迷ってるということは、こちらの手がよ、ん？これ飛車取れますよ。2分30秒。これはラッキーか。6九飛車だと、あー、でも取れないか。取れない、失敗。しかも、ん、これはラッキー。11馬成りが、馬成りを嫌がってくれたんですね。で、まあちょっとこの辺りに手筋の歩ですね、金の紐付けをなんとか解消しておきたい。そうですね。でそっから飛車下ろして、で8一飛車成りとなると、3三角とぶった切る手があるんですよね。それは大丈夫。あ、これはもうもともと予定してたんで行きましょう。で、まあ金とか埋めてくるんですかね。お、埋めてこない。それはこっちだいぶいいと思いますよ。2分。金埋めといてから桂馬打ち。これは受けづらい。難しい。馬狙ってると見せかけて、あれ難しい、これ難しいぞ。1分30秒で、こうか。罪ですね。これはまあ罪でしょう。そうですね。いや、最後しっかり逃さず詰ませれてよかったです。ありがとうございました。お前がよろしくお願いします。それではお相手の方、2級の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。おっと、8五歩とされて鬼殺しができない。鬼殺し向かい飛車ぐらいはできるか。これ一回、よいしょ、一回交換して、
引いて、なんかいい手ないか。銀出ていきますか。金無双。ちょっと歩をいただきます。2分30秒次これきついか。どうでしょう。これ桂馬で取ってくるか。桂馬で取ってきそう。あーでもまああれか、金が上がってるんで7三角成が消されてるんですよね。これで角道開けてくるってことですかね。いやもうこれ交換しましょう。交換できるもん、よし、交換できるのもんのなら交換しましょう。一回ついといて、2分。いやー微妙な手になるか。いやー手がない。1分30秒。手がないですね。これで。これでちょっと受けづらいか。ちょっと受けづらくできましたね。さあちょっといろいろ粘ってみてよかったです。で5二歩成が激痛だと思うんで、いや銀打ちか。駒の足し算ちょっと間違えたかもしれないです。まだこっちは詰まないですよね。これは詰めろ。多分取ってくるんで、一回これで耐えて。まだ詰まない。あ、これは無理かなと思います。最後攻め切れてよかったです。ありがとうございました。